そうそうそう、ミディアムボディか。あ、そうですね、ミディアムぐらいだった。あ、今からいただきます。ありがとう。何、ぬくめちゃったの、懐入れて。股間で温める。じゃあ、いただきます。股間で温める。マジでね、変態も。熱かなるの、股間で。熱かせめ方ね、これがあると。買ってくる？もう飲んだじゃん、みんな。誰が買いに行くの？誰かが犠牲にならねえけど。通報するけど、今。俺もそこで通報しよう。裁判で、それでも僕はやってないというよ。めっちゃ映像で証拠残ってますからね。飲んでるやん、それでもやってないとか通用しないですよ。これだって飲まれたから。飲まれたから。甘口辛口。最近のでもあれは酒はみんな美味しく作っちゃうよ。辛口じゃないやつですね。だから逆に多分辛口飲んだことないですもん。熱燗も飲んだことないし。熱燗ない。ないないない。居酒屋とかで、俺日本酒のメニューだったの最近ですから、ね、あ、そうか、前を置き換えた時の夢見て早動からですもん。キャンプ場チェックインすらしてないのにこれだけ出来上がっていいんだろうか。まあね、絶対みんな忘れてると思うんだけどね。忘れてるね、必ず忘れてるね。ダメによる経験だよ。知り合いでもおった日にはダメにマジから忘れるけ。知り合いでもおった人間じゃなくて、知り合いが多い。まあ、絶対おるよね、誰かが。大概知り合いが多いけど。ノルマよ、あれ。いや、絶対無理でしょ、これ。30本。1人30本。1人10本、ノルマ。どうする？じゃあ、佐藤さん1人20本で、5本5本。え？でも、食べれるじゃん。他の歯こんぐらいだけ、いけるんじゃない？いや、俺、あと俺、まだ。これピザ出したら大飲食だね。もう何出す？ピザ。ああ明日の朝飯。ああいいね。でもどうポータブル電源買おうかなと思って。寒いよりええだろ。でもこっちの方が、うん、ああでもポータブル電源だったらあれか。いや車中泊、うん、車中泊で、ね、電気毛布使えるけ、ね、なんか1枚着た方がいいの。俺も寒い、うん、寒くなった方がいい。俺は全く何も変わらず寒さに耐性がある。今まで初めて93キロまで体重増えて。あ、そうなんですか。3ヶ月仕事してなかったから。この間83まで下がったからね。あ、3ヶ月で10キロぐらい。3ヶ月で10キロ太って、3ヶ月で10キロやった。一番やっちゃいけんやつ。なんか健康診断とかで1年間に10キロ以上食べ、うん、って言いますよね。再検査を受けさせられる。あ、ガンじゃないかとかね。あ、まあ人間がガンだけ。わや言うね。あれが人間がガンですか。いや、それ知ってる。来てこよう。それさっさの言ってるんですか。風こんこう吹いてますからね。あ、やっぱそうなんだ。まったくこん。なるほど。あ、そうか、3人だけってのは本当に久しぶりなんだ。いや、ほんまそうですよ。3人だけっていうのは多分絶対誰かをプラスされちゃうもんね。出た出た虫使いだ。だってそこ見える。うん、サングラスサングラスになってる。見える。結構でもね、あったかい。これ一人だったらね、全然もうこれ一人だったらね、かぶったまんまだったらあり。冬すっげえあったかい。それなんていう帽子なの。なんていうんだろう。虫使いって帽子。飛行帽になるから。飛行帽ってここ普通こういうのは飛行帽なんじゃない。そう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 、うん、ああこれそれを持ってるのもすごいな。普通にこれこれいいよ。これ色違いでもう一個ある。耳あったかい。これドローン飛ばすぐらいだから YouTube 系でしょ。と思うけどね。しかもドローン飛ばすってことはあれですよ、きっとおしゃれ系の。おしゃれ系かね。はい、動画に凝ってるやつかね。はい、しまちゃん。あ、そっか、あれ借りたやつだっけ一回。だから、あ、そうそう、俺借りたやつなんですよ。だから返して、うん、あれやっぱ返すもんなんだ。あのくれるやつもあるんですけどね。あのポータブル電源とかたまにあるんですよ。あ、返してくれって。返してくれって。あの動画撮るだけ撮って返せ。そうですよ。全く意味がないからそういうのは断るんですけど。伝えたでも提供が多いんじゃないかなって思うけど。そうですね。チタンのペグ結局ね、はい、何本買ったっけ。50本ぐらい買ってるね。それほどでも。あれでもやっぱチタンだからなかなか曲がんない。曲がる気がしねえ。しないですよね。
あれはチタンのやつ16本ぐらい買ったかな。アホやろ。いやでも俺チタンのペグ欲しいんですよ。ペグがやっぱめっちゃ重たいから。まあまあ、すっごい軽くなったっていう気になったんだけど、持ったら重たいなと思ったら本数がね50本あったらね。あんま変わんないですか。あでも数えたら50本、あこれ50本入ってんだなと思って。でもスチールのペグ50本持ってくってたら絶対無理、無理ですよね。袋が裂ける。風がやんだ。これあれじゃん、オウムが襲ってくるで。風か見え。風がやんだけ。目を真っ赤にしたやつが。目を真っ赤にしたやつ。なんでみんな同じことをあと頭してるんですか。俺も今ナウシカになっちゃったんだ。そのもの青。大地が怒りで震えておる。そのもの青き衣をまといてこんち。中学生の時映画が見に行ったもん。俺中学生の時はあれでしたよ、魔女の宅急便か。あ超中学生の頃って言うな、俺銀河鉄道それ以来の見る。小学校の時だったな。一番早めに行ったのが映画館行ったのが銀河鉄道それ以来。俺はサーキットの狼だった。俺多分バックトゥザフューチャーとか。ああ、その年代かもしれないね。でバックトゥザフューチャーの同時上映がグレムリン2とかだったんですよ。だからもう4時間丸ごと楽しめるみたいな。昔はね、同時上映ってあるんかい。いや、ないです、ないです。ないよね。そもそも。あとも得よね、あれ。いや、あれめっちゃ得だったっすよね。だって別に何回見ても良かったじゃないですか。そう、電には 何時間でも見れる。うん。いつも今の映画館とか客来ないんだったらそれって十分だと思いますけどね。ね、やってもいいよね。ね、そっちの方が。儲かるよね。ねえ。で、途中でビールとか買いに行っていいんだったらね。うん、だから寝てろなんしよう。なんか、バス停のピンク映画館みたいな感じになってる。いや、そんなイメージですよね。確かに。代々木公園のところでずっとおったんだけど。昔やる、なんか、代々木公園のところで。ティアトルとかの方で。日活のマンポルノとかやるやつ。昔って映画館って、あんなホットドッグとかじゃなくて、カールとかポテトチップスとか、そうそうそう、もうバリバリ食ってよかったじゃないですか。そうそうそう。でも今は多分、うん、あれでしょ、音がうるさいからとか。岩国は映画館まだ。あ、もうないないんだ、ね、今。もうなくなりました。あ、そうなの。はい。みんな広島か。広島、アルパーク、初会議か。もしくは周南か。あ、そっか、そっちになるんか。だから初会議もしなかったとしたら、アウトレットモールか、もしくは広島のソレイユっていうところ、もうあれしかないです。あ、まあだから、鬼滅の刃アルパークまで見に行きました。あ、はい。結局体調が悪くて、鬼滅見に行ってない。いや、俺ね、鬼滅の刃自体がそこまでではないから、あれなんですけど、でも、絵はマジですごいっすよ。絵は、ね。戦闘シーンはマジでやばかった。みんな見るよね。絵が綺麗じゃん。うん、すげえ綺麗っすね。俺、それよりはバイオレットエヴァーガーデン見に行ったかった。ああ、エヴァーガーデン。あれも絵が綺麗だもんね。バイオレットエヴァーガーデンっていうアニメですか。バイオレットエヴァーガーデン。うんうん、これうまけりゃいいんですけどね。なんだろう。うまいだろう。俺なんか焼いてて嫌な予感しかしないですね。なんか、わかります？この、ちょっと。不安な気持ち。不安な。今日炙り屋持ってこようかなとも思ったんですけど、ああ、炙り屋だとなんかやっぱちょっと雰囲気出ないなと思って。確かに。それはそっちの方が、居酒屋雰囲気が出ていいよね。あるっすよね。へい、いらっしゃいみたいな。こうやって、開いてる？みたいな。やってみたい。開いてる？俺もママ開いてるってやってみたい。ああ、ママ開いてる。最初にママって言ってみたい。それは高級料亭やね。小料理屋とか行くことがそもそもないじゃないですか。まあ、よっぽど指令語なんだろう。行く機会はあんまりないかもしれない。ないですよね。ん？いや、風俗に？小料理屋。風俗知り合いいないでしょ。風俗に知り合い作ってどうする？いるとしても男側ですよ、そうそうそう。運転手とか。呼び込みの兄ちゃん。これ山だれ。山だれ。山賊名。山賊のタレです。おお。なんで皿になんかこうこれを敷いてもらってですね、でそれにつけながらこう食べる的な。それ使ってもらっても大丈夫ですよ、全然。はい。皿コーナー。皿コーナー出た。皿。それ見たいけん、それ、トッピーハーでやる。今、寸前のところで。そこまで聞いたら、誰かも、誰もみんなわかるよ。これ、ライブでやるよったらあるやろ。えらいことになっちゃった。カットできんけね。ピーが入れられんけね。ライブはまずいじゃろ。一生懸命、わーわーわーって言うしかないですよ。ごまかして。ごまかして。
うまいこれ。美味しい美味しい。あ、うまいですか。タレうまいね、やっぱり。あ、うまいですよね。やっぱりこのタレうまいね。あ、でもまたシャチャフ行きたい。楽でええやん。ジャケ、ジャケと思って俺今日車中泊に何本酔っ払ってもあれよね、車の中でクーって寝れるけみんなテント持ってきて、俺だけ言うんで LINE で流っちゃったよね。いや、地べたスタイルっていうだけで椅子がとテーブルがいるよっていうのは見たけ、いや、大型タープ持ってくって書いちゃったよ。いや、俺もだからどっちかなと思って一応車中泊できるようにはしたんですよ。俺も車中泊しかない俺はいつも車中泊仕様だけど、あ、俺こうやって壁を切りたい。自分がこれ。わお、最高じゃんこれ。めっちゃ寒がりっすね、ほんま。誰？俺？はい。寒がりね、冬しかキャンプせんけんね、俺。ニコニコ動画ってあるじゃないですか。うん、あれの中国版でビリビリ動画ってのがあって、うん。あれじゃない、だってハブテルさんとかがそうじゃなかったっけ、あれ。ハブテルさんめっちゃすごいですからね。ビリビリだと多分登録者30万人以上になって。おお、すげえね。前回そう大会みたいなのがあったんですよ。いや、俺生放送でいいやったね。見てたんですけど。うん、みんななんていうんですか、この壮大なバラードみたいなのを歌うんですよ、うん、6人ぐらいいて壮大なバラードみんな歌う中でハブテルさんだけでサイクレーション歌ってるんですよ最高だ、めっちゃ熱いわこの人と思ってそりゃやるな。だって地球に人間おるのに宇宙人絶対おると思うけどね、うん、あれ、そう、なんかトランプが情報開示するんですよね。なんからしいね。だけどトランプ落ちたけどどうするんだから。あ、なんかあれは、あれは別？その任期終わってももう大統領期間中にやったんで、やらなきゃいけないらしいんですよ。権限があるわけね。で、確か10月ぐらいから180日内だったんで、今年の4月ぐらいまでにはおそらく何かしらの UFO 情報は多分全部開示されるっていう。エリア51？とかロズウェルとか、ロズウェル、あ、ロズウェル事件、いや、事件、その辺も開示されるんだ、これ。だね、本当に。この音楽は、うわ、懐かしい。だいたいグレーが映るんですよ。グレー。いや、グレーだけしかないと思うけどね。トカゲ人間で。トカゲ人間。なんだっけ。ビジター。ビジターだ。V ですね。こう覗いてたら、こうやってなんかネズミと、こうやって食べるシーンが確かあったんですよ。あれが子供心にすげえ怖かったんですよ。宇宙人ネズミ食べるんだ。あれも何年前だろうね。最近あの手がないね。ないっすね。SF 系が。SF 系ないですね。昔はギャラクティカともあったじゃん。ギャラクティカ面白かったけどね。宇宙空母ギャラクティカ。割かし最近だったら、インターステラーっていう映画があったんですよ。あれはすげえ面白かった。面白かったね。スターゲートとか、うん、スターゲートなんかああいう夢がある系がないですよね。日本、ね、中途半端に近未来のとかってね、あんなのが多いし、しかもなんか最近結構リアリティがないとダメみたいな、うん、だけなんか映画化おかしくなるよるよね。トッピーなのが面白いわけで、あんなもんリアリティとかいらないじゃないですか。いらねえよ。ブレードランナーとかどうなるんだって話ですよ。そうそうそう、ブレードランナーの最新のやつって面白いな。見た、いや俺見てないですよ最近。映画ここ何年で見たことない、まともに。あのも大元が最高傑作だったっけ。どれだか、ソーセージとフライドチキンで焼き上がりましたがもらおうか、ソーセージ。あ、ソーセージ食べます。うん、食べる。俺のソーセージめっちゃ滑る。滑った俺のソーセージ。だから今滑ったっていいから。滑った。そこで滑ったって言うからなんか俺も熱源買うかな。多分入荷待ちでえらい待ってんじゃないみんな。え、アルパカ屋なんかも全然入ってる。入ってるって言ったね。手に入らんって。アルパカってどこの韓国の。あ、韓国ですか。あの個人輸入しとるところがあるんだけど、そこ屋なんかでもね、品切れで全然入ってこないし、すげえ売れおるってよ。富士から手に入らんけ、みんなあっち行くんや。ああ。やっぱガス早えな。プレヒートがいらんけな。二回りぐらい多分ちっちゃくしようと思ったらできるじゃないですか、うんうん、やろうと思えば。そういうやつを出してほしいですけどね。あれ、これのちっちゃい版なかったっけ。いや、ないんですよ。ない。ユニフレームはこのサイズ、うん、でかいし、ね、いい写真を撮っとこう。映え映えるやつ、インスタ用に。インスタ用にワインです、どうぞ。ああ、撮ってやってください。撮ってくれた、はい、出た、光の輪加減。こだわるな。こだわる。こだわるなっていう。でもレフ版？レフ版にする？レフ版。おお、だいぶ明るくなった。そもそもこれをだけ上につって、それこそ閉めばいい。
こえた。おお、明るくなった明るくなった。宴会用にちょっと明るくしたよ。あ、マジっすか。あれこれこれなんかエラ明るくならんね。これあ、プラスか。そっか、さっきもマイナスにしよったっていう自分で言ってるのに同じことまたやってるし。この動画これ結構電池持ってよね、こいつ。いや、そうなんですよ。だからそれも考えて、ね、コスパめっちゃいいんですよね。めっちゃいい。すごい電池持ってるよ、バッテリー。これ今すげえ明るくしてるけど、一人で行ったらこんな明るくすることないじゃないですか。マジで。これアホじゃないですか、こんなやつ。これでも開いたらね、18650が入ってるから。リチウムイオン電池の接触不良でつかんかったけ、はいはい、もうダメ元でバラしたら、なんか18650が何本か入ってる。さっき、あれ1本が2000とか2500とか3000とか、その出力によって、容量上げてる。容量があるから。それが本数が入ってる。2500が4本とかで1万とか。あれで調整してるのが多い。今日だけ俺、ケトチンランタン持ってこんかったね。あれでしょ、温泉にある、こう、オケの。ケロリン。今カメラ動かしてしもうた。動かさんかったらよかった。よかった。サイドは暗くていくかもしれない。それか真ん中を暗くするか。これ3つあるからいいね、続いたから。そうです ね。あと4つあったら、4つあったらあっちが。あっちとこっちも全部潰れる。え、持ってこようか。うん、あるのあるよ。潰せないじゃん。ほんならエラーやったのにね、また。俺これ毎回いいなと思うのは、うん、映えとか何も気にしないぐらいもう散らかりまくってるじゃないですか。それがまたいいんですよね、俺からすると。写真を撮るの戸惑うよね、これ。どの角度から行ってんの？汚えよね、と思って。いや、でもそれがまた良かったりするんですよね。まあね。うん、もう好き放題だけどね。そうそうそう。これでも、そんな明るくしてないですもんね。これ一番明るくしてるよ。あ、一番明るくしてるんですか。映え円形。暗いじゃん。映え円形。まあ、でも確かにそうですよ、うん。これ落としたら、すごい暗いよ。まあ、俺自分が暗い系あれじゃん。データ。データ。また行ってるよ。人見知りだし。人見知りで。初めての人とかに話しかけられないし。そうそう。どの口が言うか、どの口が。さっきの人にでもめちゃめちゃ話しかけたよね、俺。でも本当に昔は本当にダメだったんだけどね、俺。俺、いまだにうちの奥さんのママ友とか一切話しないですよ。なんか気まずくないですか。確かに。お父さん同士だったらまだいいんですけど。うん、それは分かる気がする。なんでママ友と俺が仲良くしてどうするのみたいな感じになるから。まあね。あと何か言われても嫌や、ね。そうなんですよ。外から見たらだってそんなに全然光が漏れてないもん。異常が来ることない。まあ、佐田さんみたいにすぐ漏らすかもしれんけど。失禁じゃない。前小川の村の鍛冶屋の青い線、はい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 、あれ入れてこれだったら多分もうちょっと出たくないよね、うん、あの時ってなんかストーブ炊いちょったよ。俺がアルパカ炊いとったから。あ、そうですよね。あれだけで十分。人数がいたからまた、うん、あの時人の熱で温度が上がる。あれめっちゃ暖かかったっすもん。だって次の日だってマイナス3度だったからね、うん、朝。あ、そうだって、あちこちみんな凍ってたもん、ね、ちょっとあれ途中でかあれちょうど1年前だもん。だってあ1年前か2月の、うん、そっから途中で外で焚き火しに行ったんですよ、うん、めっちゃ寒かったっすよ、うん、あの時すごいっすね、1年前とかああいうのできたんですよね。丸1年前だったからね。いや、そこじゃなかったろ、今回だってあれ出してたらもう完全に風心配せんでぬくぬくでできるけど、ご時世でね、やっぱ換気とかあるんすよ、ね、これだって寒い寒いって言ったら結局換気してる状態だし、まあそれがあるけこれ持ってきたんだけど、いや、そうやって分かっちゃったら俺もキャンピングカーで来て、アルパカから何から、テントから全部一通り持ってきてる。いやいや、どうしよう、みんな最大の牡蠣持ってこいって言おうかと思うようったんだけど、持ってくるんじゃろうと思ったら、なんか期待を裏切って車中泊のやつが多くて。いや、だから、ほんまにさっきも言ったんですけど、LINE の中で話がよく分かんなかったところがあって、行間を読めみたいなところがあったじゃないですか。読んでないから、こんなことやるんですか。俺でもそれこそ言ってもらったら、その、ポータブル電源の、こたつ使うやつがあるんで、だからそれやれば全然寒くないですよ。こたつ、そうか、あれ、引きゃいいんか、下に、銀マット敷いて。銀マット敷いて、その上に、何パネルマット敷いたら、うん、雨降ったら死ぬほど寒いと思う。11日も休みなんだよ。11日休みっすか、うん、12日は俺の誕生日。いや、知らんし。豆知識。何や、そりゃ。真ん中の娘もあれなんですよ、今月誕生日なんですけど、鬼滅の刃の刀が欲しいっつって。今なんかよく出てるんだろう、うん、誰の刀？カナオ。カナオの、はい、あピンク色のやつ。
日輪と詳しい。だって鬼滅、だってこの間何歳の女の子と俺会話したよ。鬼滅の刃の話したら大体の子供通じるけ。マジですか。その子はね、あれ善逸が好きなんよ。おお、うん、雷の呼吸。雷の呼吸一の方しかできない。そうそう、で喋りよったらそれで会話が成立するけ。あ、面白かったけどね。そういえば萩城がチョコレートもらったんですけど、ウイスキーボンボンなんですよ。なんで、あとで一番最後の締めぐらいに。一番最後、締めで、はい。締めのチョコレートボンボンで。はい、すげえな。それとは別にあの抹茶ポッキーを買ってます。抹茶ポッキー、はい、あ、抹茶ポッキー美味しそうだね。いや、そうでしょ。うん、と思って、すごい美味しそうだね、と思って買ってきましたんで。あの、酒飲んだ時ってなんか甘いもん食いたくなる。いや、めっちゃわかる。あれ、なんなんすかね。なんか苦しいよね。甘い、めっちゃ甘いもん食いたくなる、ね。食いたくなる、ね。それ以上にあのカップラーメン食べるから、最後。そう。締めのラーメン食べる。いや、俺、だって飲み行った帰り、必ずセブンイレブンとかでアイスクリーム買って帰るもん。めちゃめちゃ食べたくなる、ね。わかる、すげえ。こっちがアップ。サーザーアップだよ。変質税だ。恥ずかしがり屋が。あんまり受けんだよね。いや、これね、一人だったらね、ほんとあったかいですよ。まあ、ゆっくりやってみたい。はい、ありがとうございます。今日どうもありがとう。いい、ね、こちらこそ、いつもありがとうございます。いい、ね、事故のないように。はい。冬の方がやっぱ事故って起こりやすいでしょうね。やっぱ火の気が、あの、冬の方が事故って起こりやすいですね。一酸化炭素中毒もあるし。うん、やっぱりあれは中華鍋が似合うよね。似合いますね。あ、いや、私チンさいねみたいな。あれ、はい、あれ、いや、俺マジで次中華鍋持ってこよう。チャーハンってこと。チャーハン、チャーハン行きます。あのチャーハン、ちょっともらっていい。チャーハン、あ、どうぞどうぞ。すっぱうまいチャーハン。絶対うまいチャーハン。いや、すっぱうまいチャーハン。すっぱうまい。これあったらでも料理すぐ作れるね。いや、すぐ作れますよ。そこまでいったら大丈夫でしょう。豚だからよく火を通した方がとか思うけど、大丈夫でしょう、きっと。とりあえず人柱になってもらって。ニンニクの芽がうまそうだ。ニンニク芽うまいよ、これ。最近でもあの、木と明かりが目が離せんのに。虚構推理とか。そう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 。あれは下ネタよね。いや、ようあれだけ先輩のバナナを後で食べるんでいいんですよ。いや、あれでもあれだけ長いセリフ、ほんと、いや、あの子すごいよ、ね、うまいね、うん、これ2期が始まるよね、また。あ、そうなんだ、うん、あれ、もともと小説家原作なんですね。そうそうそう、これ全然知らんかった、うん、あれ面白いなと思って。あれ、木と明かり知ったんや、俺。鬼滅も出てんだっけ。あの、あの、あれ、ねずこ役、喋ってないけどね。うーしかないよ、うん。そっか、あれきっと分かりだったんだ。うん、きっと分かる。彼女はすごいわ。まあ、最近見てないから何でも。ああ。ワンパンマンとか。ワンパンマン3期。やるんだ。やるらしいよ。どこでやるんだろう。また JC かな。わからん。あれ、マッドハウスの時の1期の方が良かったけどな、個人的には。2代目が中村ゆまじゃなかったっけ。3代目が南野陽子じゃないかな。南田陽子。南田じゃない。南野陽子。なんのちゃん。美味しいもの主題歌中村優馬だよ、歌える。いや、わかんないですよ。 あのだんだん気になる気のないふりしてるのだ。俺ピンとこんない。あれ、見たことないんだ、美味しいもん。好き名乗って聞けたらいいのにねって。そう、それそれ。あんまり覚えてねえ。正解でございます。よかった。よかった。真ん中、間が拾えねえっていうのも悔しいな。でもなんか、ああいう歌は今、あれでしょ、海外とかで人気なんでしょ。そう。シティポップみたいな感じで。うん、なんか、日本の昔の歌謡曲、すごいらしいよ、向こうで。ね、なんか人気って聞けますよね、うん。今の若い子でもね、昭和の、それこそ40年、50年代の歌、聴いて喜んでるのも、いないことないみたいだけど。まあ、多分、あの頃の歌が一番ええと思うけどね。これちなみにあの僕がスーパーで買ってしまったあの一蘭のラーメンです。あと具なし。あ、具なし。具なし。あ、チャーシューがある。うん、行く。こんなこともあろうか。こんなこともあろうかと。いや、まさかチャーシューがあると思わなかった。こんなこともあろうか。そっちでやる？これね、ラーメン。いや、これでも、さっきの湯豆腐やってますよ。あ、湯豆腐。いや、これ美味しそうだなと思って一蘭ラーメン。それ多分絶対うまい。うまいな、あの。うまいですよね。マルタイラーメンかね。
あ、あれうまいですよ。ボーラーメン。あれうまいよ、ボーラーメン。安いけど。あ、あれ食ったことないっすわ。あれ、本当に美味しいよ、あれ。マジっすよ、うん。あれいつもスルーしてたんですよ。いやいや、買ってきたんで美味しい。あれだってね、山屋さんが好きなの。うん、あの、場所取らないじゃん。縮れじゃないか、ストレート麺だから、ザックの隅っことか入れやすくなってってね。割と山屋さんとかね、昔から。みんな大体登山家の人はあれ持ってて、ね。山屋さんがやって。昔は言ってたけど、これがうまい、それが抹茶ポッキー。抹茶ポッキー、これ一応ちょっと出しておきますね。で、あとこのやつそれ、あ、うまいね、それこれ絶対、これ絶対うまいやつ。うわ、そんなのがあるんだ。あのパイのやつね、今食べたことない。いやいや、さっきこっちを処理して、こっちをもったいないよ、それはそれで終わりだね、うん、これで終わりにしよう。昭和の曲ってそういう歌詞が多いよね、うん、これで終わりにしようと。うわぁ、ラブイズオーバー的な。今日ビットワインをちょうだい。今日ビット、あ、どうぞどうぞ。あ、すごっ、これどれ、そのコップでいいです。すごい、いいじゃないですかね、これ。いや、飲みやすいっす。飲みやすい、コップ変わるさっきの話だけど、あ、飲みやすいな、飲みやすい。タラララッタラ。10月ぐらいに買った別府からの帰り道です。じゃあちょっとこれでもね、絶妙なサイズなんよ、ケース付きで。8000円。ああ、まあ岩谷最近高いよね、うん、だって黒の方、この大きいタフマル、ジュニアじゃない方が5000円だもん。あ、まあじゃあ大きい方か。あ、これタフマルですか、のジュニア。おー、俺だけ大きい方の、俺初めて見た、タフマルの方も持っちゃるけど、思わずジュニア買ってしまったっていう。なんでその3つも言っても同じようなのがいるの俺でも牡蠣ってそんなに持ってないもん。しかも確実に人のこと言えないですよね。まあね間違いなく言えないですよね。でも、いや、でもこういう牡蠣はそんなに持ってないよ俺。俺でもカセットコンロ岩谷のやつって炙り屋に、焼き上手、持ってるか、これ、そういう、持ってるでしょ、炙り屋も持ってるもん、ね、炙り屋さん、炙り屋だって俺、キャプテンスナックのやつと2つあるし、網のやつ。なんで2つあるの？焼き上手さんで鉄板のやつがある、ね、いや、みんな同じやつ。で、タフマルとタフマルジュニアでしょ。いや、同じやつ。で、ジェットボイルが1、2、3個でしょ、うん、で、なんでジェットボイルが、岩谷プリムス、プリムスのやつが、イータスパイダーが1個あるでしょ、ドラゴンフライが1個、ここに、あとアルコールストーブが1、2、ストームクッカーに1、2、3個ぐらいしか持ってないの。アホだろ。いや、今日も実際あのお酒どれぐらい買ってきたらいいか分かんなかったんで。いや、俺ね、いや、まあ、俺も分からんけ、これ1本だけにしたんだけどね。あ、俺もあのワイン1本だけに。まあ、下手じゃない。とりあえずあと焼酎がもう半分ぐらいまだある。あ、お湯割りにするんだったら焼酎がいいかなと思って。これあれかけてるよ、お湯。夜間かける？これがすーげー気になるんだけど。いや、それ飲んでみたいですね。開ける？ワインもうなくなりますよね。もうないよな。あ、今回ね、あのオーガニックワインって初めて買いましたけど、癖がなさすぎてちょっと、まあ確かに、ね、物足りないところがある。めちゃめちゃ渋いとか。おお、すげえ。映った？映りました。これなんていう酒でしたっけ？百人の利き酒。利き酒師、うん、俺あのセリアで、うん、シェラカップのザルを買ったんですけど、うん、気がついたら、うん、2つ買ってました重なる、ちょうど。これが普通のやつだ、ね、こんな感じで。ぴったりじゃね。お、すげえじゃん。米は研ぐのとか、なんか米研ぐのはすごくいいと思います。良さそうだね。ちょうどあの、萩城に渡したんですけど、あの福島のお米があって、メッセンで5分で炊けるお米ってのがあるんですよ。なんのそれ。米を入れて、水を 150cc ぐらい入れると、もう5分で炊けるっていう。そういう米がある。なんかそれを開発されたらしいんですよね。すげえ、これ。ちょっと、映え写真撮って。あ、俺もバイソンに撮ったと。でも、映り込むな。これが明るすぎるんだ。いや、それ暗すぎるから、届けたら。こんぐらい？こんぐらい？まだ？あ、早いね。ええ感じやね。おな、ちゃんとポーズ撮っちゃうな、おめえ。え、ちゃんと撮るからね。すごいね。うん、ちゃんと清掃しようか。じゃあ清掃せんでいいから。怪しい人になるの。いや、怪しいになるじゃなくて、清掃がそれ、清掃なの。清掃がそれって。いや、乱掃じゃないよ。
今のは放送決定だね。ちょっと一回ちょっと待って、編集点取ってきますわ。置いときます。ちょっとダメよ。待てよ。あー入る、それ入る入る。あー入る、そこそこそこ入る入る入るって怒られるよ、そんな映画。多分ね、いろんなところから。アウトアウト。今まで撮ったことないようなこの映えするような写真とか。下から狙うやつだ。出た出たって、出た、映えるやつ、映えるやつ。次のご飯はちょっと考えたいですね。なんか、あーどうしよう、なんスッパチャーハン、餃子、チャーハン来たら餃子、チャーハン定食、ラーメン、一段に、これがあるからラーメン作れるよ、ね、あと、卵スープとか。あー、まあ、わかめスープ、卵スープはインスタントでもええけどね。チャーハンメインでいくか。はい、えい、へい、いらっしゃいみたいな感じ。じゃあ、麻婆豆腐、まあ、それはうまいよ、麻婆でも。いや、もうみんな酔っ払ってきたら、だんだん動きが激しくなってきました。激しくなってきました。鍋を振るのと腰を振るのって、うん、ダメじゃそれ。中華はいいよね。おじキャンのキャンプ、なんか、YouTube で親父キャンプ、親父キャンプっていうか、なんかそんな名前じゃない、なんかあれが料理のあれ、うん、あれ4話ぐらいなんかパパッと出てるよね、今、うん、ああ、うん、あったんだ。なんかまだ見たことないんだけど、ちょっと気になるんだけど。俺多分それより絶対うまいチャーハン作る時代よ。その酸っぱいうまいチャーハン。めちゃめちゃ楽しみだよ。初めて作ってから。自分でハードル上げていってるぞ。いや、もうほんま初めて作ってから2週間ぐらいほぼそれでしたもん、毎日。はあ、それは。楽しみだね、うん。でもあんまり美味しくないかもしれない。なんだこれ。どっちやねん、これ。ハードル上がるとなんかちょっと怖い。まあせっかくこれがあるんだから。多分その時は、佐藤さんがこれを忘れてくるって。あとね、怖いのは、俺こんな火力でやったことないから。ああ、中華は火力だろ。カセットボンベ、こっちでやる？いや、カセットコンロで。だって家でやるときってこんな火力ないじゃないですか。まあないね、絶対ないね。うちは IH ですからね。多分これの5分の1ぐらいですよ。まあ絶対ない火力だよね、これ。一回運転したら本当ポンピングせずにね、落ち着いてるね。うん、子だね、これ。寸胴買うわ、寸胴。ね、おでんとか、カレーとか。チャーシューとか作りたいですね、これ。まあ、めっちゃいいですよね。最近の声優さんすごいよね、みんな可愛いよね。うん、あれやっぱそっちなんでしょうね、うん、そっちから撮るんでしょうね、うん、いや娘と年が変わらんとな。可愛いよね、みんな堤防にしては放課後堤防にし、あれ面白かったね。いや、俺でもね、ゆるキャンより堤防にしの方がめっちゃ面白いんですよ。あれは面白かったね。あれは面白かったけど、確かに、でも、高校生、現役の高校生かなんかだったよね、声優さん、主人公。そうなんですか。18個ぐらい。え、うん、若かったじゃないっけ。で、あれも終わったんす。終わったよ。え、終わったんすよ。あの、見てねえよ、全部。あれは多分、コロナでシーズンないんじゃねえか。一回ね、3話まで行って、あのコロナで飛んで、でそれから夏ぐらいから後半やったんだよ。でワンクールでは全部見たけどね。あれは面白かったね。いや、しかもね、あのね、平凡氏何が良かったって、あの媚びてないんですよ全然。ああ、まあ、あれがめっちゃ良かった。いや、あれでもすごい貢献したらしいよ、聖地巡礼で。あそこの地元に。あ、あれ大分かなんかじゃなかった。あそこ被害にあったじゃん、大雨で、去年。あの、大人のお友達がいっぱいあそこ行って買い物したりとか。あの、大きなお友達が。大きなお友達が。釣り具屋が水没になったんで、あそこの。へぇー。で、あの、洗ってない、こう、籠に入れたままで、これもう原価で売ってくれとか。あ、もうそんな関係ないから。関係ないから売ってくれって。そう。行ってみるって。いや、俺マジで行きたいっすわ。で、車中泊で。あの、すごい綺麗らしいよ。今なんか、あそこ、塩をあげてなんかやりようよね。じゃあ、超か、あそこ。俺マジ行きたいっす。だって帰ってくるんだったら、いや、それこそ高速でバーッと行って帰りフェリー乗って帰ってきたらすごい楽だ。大分って竹田塚乗れって、うん、ちょっと回ってくるの面白いかも。そういう聖地巡礼も面白いかもしれない。いや、そうそう、この辺だと例えば竹原とか玉浦っていうのが、玉浦があるよ。玉浦見てないですよ。玉浦ね、あの、のんびりしてええよ。写真あれのんびりしてのんびりさあるよ。その世の中が結構ゆるキャンゆるキャンみたいになってるから、うん、別のとこで行きたいんですよね。じゃああれだ、デボツリーシだ。いや俺マジでそっちも行きたいんですよ。いやだって前からすごい好きって言いよったしね。いや俺マジで好きなんですよ、タイガのキャラ。あ、俺でも多分声優さんで
すごい自分がガッときたのは、ほんとさっきのバナライカと、小山真美さんか。あとは、ザワさん。ああ、ザワさんじゃないです。ザワさんは可愛いよね、声が。でもね、あれ一番最初のね、アニメ初期のね、すげえ棒読みだけ。ゼガペインっていうのがある。ゼガペインってそのまま棒読み、ザーッとセリフが棒読みだけ。めっちゃ棒読みよ。あの、ゼガペインっていうアニメが、あの、サンライズの系列のロボットアニメがあってたけど。もう、棒読みマジっすか。いや、俺一番最初ザワさん見たのが、あの、あれですよ、あの、ナデコ。あの頃はもう熟成されてるけ。バケモノ語りの時はもうね、マジです。熟成されてるのに。それからね、以前の作品めっちゃ棒読み。もう、ゼガペインしかない。あれから。ゼガペインのね、あれまたあの、川澄愛子さんだから、もう一人でね、ヒロインが。だから、川澄さんもええよね。すごい、一人がむちゃくちゃうまいんだ。でも、もう一人がね、棒読みじゃけ。なんとならポッキーを端っこから端っこで食べますか。田中優子って、でも聞いてる。気持ち悪い。どこでうめえで、これ抹茶ポッキー。いや、うまい。一本ちょうだい。ここに。あ、ごめん。あ、全部どうぞ。うめえ、抹茶ポッキー。これ、酒に合うんじゃない、これ。なんだかんだよって、結構飲みよる。まあでも、王道って言ったら、島本すみさんでしょうね。ああ、すみさんね。そう、すみさん。ナウシカ。ナウシカ。ああ、あれは王道だね。もう昔のもう萌え声よね。なんか、ああいう声の人って、いないっすよね。いない。いないね、最近は。もう、あれ、あの声で風上へって言われたらもう。ナウシカの初っ端なね。ユッパ様とかってあの声がたまらないよね。ああ、女神様みたいにハマる系。昔から漫画は知ってるんですけど、あの、見たことあるんですけど、うん、読んだことなくて。50巻ぐらいで完結したんじゃなかったっけ。俺、完結する2、3巻前ぐらいで。なんか俺の中でそのああ女神様っていうのは一時代を築いたみたいなイメージ。気づいてるよ。気づいてるよ、ね、あれはだってあの作者、それこそあの桜大戦のキャラクターデザインだから、うん、藤島康介。そうなのか。あれはだって逮捕しちゃうぞとか、逮捕しちゃうぞありましたね、あの辺のキャラをあの漫画全部描いてるんですよね。でもあれとね、あ女神様のイメージしかないけど、まああの二つしかイメージないよね、まあ、これは提案なんですけど、明日もし空いてればなんですけど、あの卵かけご飯の店があったと思うんですか、はい、あそことか行ってみません。あれ11時ぐらいからじゃなかったっけ。でもあれなんかピザ食うんじゃない。あ、そっか。いやいいよ、それだったら食べに行こうよ、食べ放題だし。ご飯が、俺もお菓子何個か買ってこようかと思うんだけど。あとね、次も行ってますか。これ何、これこれあのパイ飲みみたいな。月曜日10時から16時、はい、火曜日が定休日。あ、じゃあいいわ、大丈夫。卵かけご飯の方がいいな。うん。聞いてて美味しいよね。ちょっと食ってみたいですよね。あそこのお店行ったことない。せっかくの近くにあるんだけどね。でももう10時過ぎたんだ。ちょっと待ってね。まだ10時よ。まあ、いつから飲みようかって話だけどね。3時からだったね。7時間ぐらい、そうよね。飲んじゃうよ。でももう、だいぶ空いたいよね。俺、次はチョコレートもっと買ってきますわ。あの、袋買ってこようか。キノコの山とタケノコの山。あ、うまいっすね。俺はタケノコ。俺、どっちかってキノコだな。そうなの。え？俺、キノコの方が好き。あれ、分かれるね、キノコ派、タケノコ。分かれますよね。うん、これ、ちょっと一回聞いてもらえます？何を？俺が弾いたやつなんですけど。ピアノ？これ、あの、クレスタの曲よね。いや違う。あ、ネスカフェ。あ違う。順番に聞いたらわかるかも。金曜ロードショーだよね。正解。なんでこれでわかるんですか。いや出だしでわかるだろ。パー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 。あ、それね。あ、そこだけ聞いたのネスカフェゴールドブレンド。このイントロで分かりますか。最初で分かる。あ、それもう金曜ロード。もうそれで金曜ロード。おっさんホソイだ。もうそれ金曜ロードショー間違いなく。そう、他にはないから、その出だし。いや俺本当はそのコロナとかなければ
ガンガンいろんなとこ行きたかったんですけど、車中泊だったら本当九州回ってもすごいいいと思うよ。今行かないんけえね。そうなんですよね。福岡だけ外したらいい。いや一緒。佐賀でも無理だよね。いや俺だって広島すら行ってないですもん、ほとんど。大手を振っていくのはやっぱ来年でしょうね。来年が、まあ、今年は無理だろうね。今年は無理ですよね。予防接種がどんな感じで広がるかよ、ね。こっから止まれば広がんないでしょ絶対。いやあれだって 2,3 年かかるよ。まあ1年はかかろうから。1年どこじゃつまんと思うよ俺。レオンで会ったよこれ。ん？レオン。ああ。ジャンレノか。ジャンレノ。俺あのレオン好きだった。ジャンレノが非常に超かっけえ。あの頃ナタリー・ポールマン一番可愛かったよね。可愛かったね。あジャンレノがかっこいい。あでも日本版もナタリー・ポールマン、あのあれって言ったらやっぱり7日間戦争のリエちゃん、宮沢りえ、うん、の全盛期みたいな、そう全盛期って感じよね。俺あの時リアルタイムじゃなかったんであれなんですけど、7日間戦争の宮沢りえ以外はパッとしないじゃないですか。誰がおったっけ覚えてねあれって当時のその結構いい人が出てるってことですよね。多分出ちゃったと思うよ。どうだったっけ覚えてないな。誰が出ちゃったのか、リエちゃんしか覚えてないの。あの子は印象が強すぎて、リエちゃんは。TM ネットワークのあの、セブンデイズウォーって、あれぐらいしか覚えてない。戦うよーの。あれよかったっすよね。じゃあ、乾杯。